今日の動画、こんにちは、YouTube ユーザーの皆さん。今日はですね、なんと、可愛い妹が一人います。けど、もっと可愛い妹が欲しい。二つ下の塩太陽の妹だけじゃ物足りません。親父とお母さんに、もう一人妹が欲しいと頼みたいと思います。もう一人妹欲しいって言ったら欲しい。欲しい。弟がいい。弟じゃなくて妹。俺妹欲しいんや、今。可愛いやん。二人で言ってみんけ。イエス！一緒に言おうや、お母さん。俺、妹欲しい。もう一人妹欲しい。ちょっと考えてくれんけ。誰が産むの？あなたが産むんや。きつい、年的に。年齢的にもきつい。ねえ、頼むって。お前も欲しいやろ、妹。その代わり、イケメンのお父さんに、その ADNA をつないで、美女を作ろう。お前、最悪のこと言うな。いや、当たり前やろ。なんで、親父もイケメンやん、十分。やんなんくそや。親父イケメンやね。昔イケメンやったけど、今、ダメ。新しいお父さんを作って、新しいイケメン DNA を使い。じゃあ、お前、お母さん、愛人作らんなんなるやん。もういいよ、別に。お前、俺らの妹やぞ。何違いの兄弟。まあ、ちょっとぐらい DNA が違ったとしても、まあ、女の子やかママに似るから大丈夫や。弟かわいい。親父、ちょっとお願いがあるんや。折り入ってお願いがある。小学生の妹とかさ、幼稚園児の妹おったらすごい大切にすると思う。おしゃれにしたい。いいね。落ち着いて、はい。じゃあ、ほんとそこ座っていっか。ちゃんと真剣に話してほしいんや。はい、ないや。折り入ってお願いがあってさ、さっきお母さんにも言ってんけど、パパ。俺さ、もう一人妹が欲しい。で。そうか。お願いします。何言ってるお前。え、きつい。作ればいいの。粘土で作ればいいの。こうやって。あ、じゃあ、分かった分かった。あの、某アダルトショップ行って、あの、人形さん買うてくれんや、こんな。ホニャララワイフってあるわいや。ダッチワイフやろ。うん、ダッチワイフ買うてくれ。ダッチワイフで十分やっちゃう。さっき妹にも言ってんけど、なんか、親父の遺伝子で生まれてきたら嫌やから、イケメンな子生まれてきてほしいから、お母さんに愛人作らせて、イケメンな子を産ませろって言ってん、こいつは。バカじゃねえ。バカなこと言ってるやろ、こいつ。タレこと言っとんだよ、お前。なんで。俺らの妹じゃなるとダメねん。何がいいか分かるか。ちょっと静かに聞け。言っとくけど、こんなのもパパから生まれんだらおめえらこんな面白くねえんぞ。エイジみてえなんてみんなならんねえんぞ。お願いします。さあ、ママに聞いてくれ。私そんなパワーねえし、そんで。嘘つけ、まだビンビンやろ。なわけねえや。今いくつけ ?45。え、きつい ?45 やった。お母さんちょっと来て、お母さん。あれや、ファラオ見て。あれ妹欲しい？もう一人赤ちゃん欲しいなってママ言ったら、あんた、俺絶対いらんちったいねん。いや、あの時とはやっぱ考え方変わった。もうで、もう年やしできん。正直、リアルな話きつい。リアルな話きつい。もう一人妹きつい。まあ、作ろうと思う。ギリやな。ギリな、ギリな年代やな。いや、でもかわいそう。流れるか乗せたらな。は？力がもうないか。違う、力じゃなくて、年齢的なもんがあるんで、うん、女には。な、子供産むのは45ぐらいまで大丈夫け。まあ、一人目じゃなかったら何でも産めないそうなのよ。何歳でも産めない。まあ、三人目やしね、そうなったら。もう行く。キリサケイジの親父です。でもね。出るもん、出るもんが出るもん。何出るもんが出んて。うん、わかるやろ。わかるけど。当たり前やわ、きついに決まっとらんや。そんな20年ミッションを打ってお前、なかなか難しいぞ。ほいたら20歳になるとき66やぞ。うん。かわいそうやね。うん。かわいそうやな。またエイジみたいなの生まれてきたらどうすらん。それは、困るな。どうすらん。また半分キチガイみたいな。いいんがい。他のことできんがい。いや、お前異常やろ、ちょっと。気持ちいいですわわ。できんかも。気持ちいいですわ。生きてることが気持ちいいんや。この、シャバに生きてることが。へぇ。でももう一回頼む。お願いします。どうかもう一人妹が欲しいです。お願いします。この子に言ってください。井川遥に。井川遥さん、親父の愛人か。うん。そうなんや。うん。じゃあ、井川遥さんお願いします。どうか、親父と、新しい僕たちの妹を作ってください。お願いします。はい、わかりました。はい、わかったよ、わかったよ。くったらね。前が昔、妹欲しいって言った時、なんか乗り気あったけどね。ママ乗り気あった？ママが笑っとった。じゃあ、そういうことか。その時って35ぐらいやってんで、うん、もう一人赤ちゃん欲しいねとか言っとったん。言っとったんやっぱ。言っとったん。3人欲しかった、ほんとは。うん。なんで流れてしまった。流れてしまったって、だからそのまま、子供できんで。俺ら小学2年生で、お前が、小学校上がる前や。3人目は積極的に考えとったんや。一応、考えとったよ、ママ。あ、そうなの。ママの方が主導権。お母さんに主導権。ことをするのは、いや、俺からでも、ママからでもいいけど、作るいう主導権はママにあるわけやない。で、まあそうやね。だって、産む側やん。家庭的に。こうや、うん、だから自分が産むのが嫌やったら、お前知らんねえろ、女の体って。うん、知らん。できやすい時期とできにくい時期があるんや。多分前、その時、多分妹が弟欲しい時期やわ。親父、ルービックキューブやってみ。歯を壊すな。変態に押された時の対処法、立ちなさい。私はこれでも兄にすんだ。じゃあ、うにゃーん、うにゃーん、メサイヤ、うにゃーん。出してもいいから、メサイヤね。うにゃーん、じゃあ、うにゃーん、うにゃーん、じゃけんじゃけん。はい、はい、はい。
っぱいもぶよ。あや、あや、ふ、ふにゃお。ふにゃお。にゃ、ほのかにゅー。ほのかにゅー。寝さいや、でもほにゃか嫌いになったにゃー。お願いします。もう一人妹ください。作ってください。お願いします。もう年だし無理やっちゃうねん。そこをなんとかお願いします。何したわお前、カメラどこにあるの。どっとあんたが自分で子供作ればいいやん。おいや。あ、そうや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 、うまいこと言う。お前、お前そうか、責任持てよ。そうだ。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。